松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 、松潤キュンキュンキュン、松潤キュンキュンキュン、キュン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 。こんにちは、松山潤です。松潤のキュンキュンチャンネル、思い出の歌をあなたにです。いつもおはがきをいただいて本当に感謝申し上げます。なんかこれやらなかった時よりもやってた僕がなんか生き生きとしています。歌う場もできたし、いやコロナでめちゃめちゃ大変だったから、本当に、この番組やることによってなんか少しずつ気持ちも豊かになってきて、歌の道も歩けるようになったような気がします。本当にありがとうございます。まだハガキをいただいてない方もくださいね、待ってますから。はい、では早速見てみたいと思います。いただいたのは埼玉県さいたま市ですね、大宮区の森田清美さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝見していますよ、純様。純様って言われちゃうとなんかどっかで聞いたようなあれだけどね。テレビでも見て笑顔がとても素敵で、テレビで見てって朝の番組とか見ていただいてる笑顔がいいっていうか、つい笑っちゃいますよ。ありがとうございます。さてリクエストをお願いいたします。津軽海峡冬景色。ああ来ましたね、やっぱりね。上野発の夜行列車降りた時から、私は青森出身で、とても雪深いところで生まれ育ちました。東京に来た時には東京の大きさにびっくりしました。そして友達と一緒にアパートで住んでいた時にラジオから流れてきて大好きな歌になりました。青森駅は雪の中。ぜひ松山さん、苦しかったけどあの時を思い出させてくださいね。ではちょっと見てみたいと思います。津軽海峡冬景色、1977年とありますね。昭和52年です。日本初の静止気象衛星ひまわりが打ち上げられました。そして国民栄誉賞が創立され、王貞治選手が第1回の受賞者にとあります。歌でいきますと、沢田研二さんの勝手に仕上がれ、はあ、八代亜紀さんの愛の執着駅、山口百恵さんのコスモスとあるじゃないですか、はあ、すごいね。この時は本当に名曲が生まれてますね。ありがたいですね。聞いてて、うん、リポビタンでファイトってバーッてありますけど、コマーシャルですね。さあ僕はその青森県の生活っていうのは、まあ、九州だから全然わからないんですけど、うん、その雪が深く、うん、だ例えばどうかな、僕のところの生まれ育った時に雪がいっぱい降ってたと思うといいのかもしれないな。じゃあ松山潤で津軽海峡冬景色、では聴いてください。上野発の夜行列車降りた時から、青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。津軽海峡冬景色。
ご覧あれがタッピ岬北の外れと見知らぬ人が指をさす息で曇る窓のガラス吹いてみたけど遥かに霞に見えるだけさよならあなた私は帰ります風の音が胸をゆする泣けとばかりにああ津軽海峡冬景色さよならあなた私は帰ります風の音が胸をゆする泣けとばかりにああ津軽海峡冬景色はい、いかがだったでしょうか、森田さん。ねえ、清美さんか。はい。津軽海峡冬景色。津軽海峡、一回だけね、あそこ行ったことあると思うけど、その時は雪の時じゃなかったから、そうね、寒いところと、あのところ、あったかい九州では全然違うと思うんですけど、まあまあ、その時代、アパートに住んでおられた時に、ラジオから流れてきて、大好きになったということですね。本当に名曲でしたね。本当に僕がきちんと歌えたかどうか、伝えられたかどうかわかりませんけど、まあ、一生懸命努めましたんで、許してください。またお便りあったらくださいね。ありがとうございます。松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュンキュンキュン松潤松潤キュンキュン松潤松潤キュンキュン